い、どうもコミです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしてまいります。で今日はですね、よく、お話をさせてもらっておりますネクロマンサーのねラッシュ系戦術アンホール12、13バージョンね、これの、ライトニングの打ち方というところに関してフォーカスしていきたいというふうに思います。で、早速ね、アタックの方に移っていきたいと思うんですが、最近つむぎ組さんがねフレンド対戦で5勝かかってて、ね、普段がね勝ってるのはいいことですよね。本当にこの負けるとねやっぱ辛いけど勝つときはいい当然かなんか当たり前のことを言い過ぎたなちょっと忘れてください。はい、で、順番に見ていきたいんですが、まずタンホール12から、ね、3本でタンホール13、1本見てもらいたいます。で1本目これですね。羊さんが今回は2本出てくるのかな。一番ね、わかりやすいのがこの羊さんのこのアタックですね。で、はい、これどこにライトニング打つと思いますかね。編成はスーパージャイアントのネクロマンサー。で、スーパーアーチャーもいます。で、これで、ユニットをここから出すんですね。ウッドランチャーを使うんで、もうタウンホールの逆側からドドッと攻めていく。になるんですけど。こうした場合、ライトニングを打つのは、こことここですよね。なんでかっていうのはもう考えるまでもないと思うんですが、この部分って、タウンホールに入った時になかなかね、ネクロマンサーで打ちにくいんですね。アーチャークイーンでも打てないので、壊すのに時間がかかるんですね。スーパーちゃんがいるから、そいつに担わせることもできるんですけど、であればこっちを潰しておくことによって、全体のユニットの動きを、こういう風になんていうかな、制限するってこういう風に。こういう風に、まあ、水の流れと同じですよね。水の流れと同じで、ここの部分をせき止めるようなイメージです。で、潰しておくと、こんな風にね、タウンホールに向かったユニットたちが、このタウンホールの本当に近くに吸い込まれるように誘導されていくっていう形が作れるんだよね。で、さらに、今この斜線で書いてるこの部分の、インフェルノから横打ち、要するにこういう風な打たれ方ですよね。こういう打たれ方。をすることがないので、タウンホール角に入ったユニットたちが、より生き残りやすくなるという形が作れます。まずはね、見てもらおう。もう、タウンホール12なので、クエイク一発、プラスライトニング4発で潰せますが、しっかりこのクエイクもうまいな。タウンホールにやっぱ当てるといいんですね。当てることによって、タウンホールにダメージを入れれるっていうのがでかいんですよ。タウンホール14の場合、大工が回復させちゃうんで、あまりダメージを入れるメリットっていうのが少なかったりもするわけなんですよ。タウンホール13以下っていうのは、クエイクでダメージが入ったらタウンホールのダメージそのまま残るので、ウッドランチャーのこのウッドでね、さらにタウンホールにダメージが入って、ユニットが到達する頃には、このタウンホールを簡単に折れるぐらいまで HP が減ってるっていう状態が作れるわけですね。これがでかい。で、中心部分はアーチャークイーンとネクロマンサーがちょこっと入っていってますけども、結構横に反れちゃってますね。で、これね、おそらくここまで横に反れるのは予定外だったんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、ただ、このスーパーアーチャーがね、今見ました、このクロスボウを折っていったところ。で、さらに、アーチャークイーンと中に、援軍の中に入ってたイエティがタウンホールに向かっていく。で、この時に、今、ネクロマンサーがこうね、散っていっていますね。こことここに散っていってるじゃないですか。で、アーチャークイーンも中心に入ってきてますけども、これね、横打ちがやっぱされないから、こういう風に。ユニットとして生き残るんですよね。で、そのまんま、中心部分のユニットはやられちゃいましたけども、外周ユニットが生き残るっていうか。で、僕は多分ね、ここまで外周に反らす予定では多分なかったと思うんだけど、まあ、結果的に取れても、取れたユニット、人が仮面の中から撃たれちゃうリスクがもうなくなってるので、序盤のライトニングによって、もうぐるっとね、ネクロマンサーがもうチケットのカフで押し切って、もう最後は前回まで持っていった、ね。もうどうしようもないですね。これ止めようがない。そんな風にもう序盤ライトニング撃たれちゃったら、もうその時点で多分ゲームも勝負ありという感じだと思いますね。もう羊さんのプランニング勝ちですね。グランドボディの遠くまで残ってるんで、もうこれは、はい、お疲れ様でしたっていう感じですね。相手からすると。はい、さらです。さて、もう一本見ていきましょうか。次はですね、16番に、もうこれかな、団子さんのアタックですね。で、この場合じゃどこに行くかっていう話ですね。マルチインフェルノがこう3本をどこを潰して、ね、
答えは、はい、この2本に、まずはここ。ね。やっぱりボムタワー巻き込んでるのがいいですね。こういう風に、ボムタワーを壊していく。ボムタワーの爆発だったり、範囲攻撃はスケルトンの天敵なんで、で、この奥側のインフェルノを壊します。こんな感じ。で、クエイクもしっかりタウンホールに入る。こういうとこ細かいのうまいですね。で、タウンホール自体は、奥側のインフェルノを壊した理由っていうのは、最初来るこのインフェルノ。これはですね、もうジャンプの呪文を使って、で、スピーディーに壁を乗り越えながら、かつですよ。かつ、グランドウォールのトーム確かね、序盤に使うはずなんだよな。これ違ったかな。そう、使いますね。こういう風に。そう、使うですね。使うので、マルチインフェルノが序盤に当たったとしても、ここね、普通にもうスケルトンで押し切っちゃうんですね。こんな感じで、ゴゴゴゴゴって。トーム状態のスケルトンで押し切れちゃうので、なんら問題ないと。で、トームが使えない後半部分に、しっかりとですね、ダメージを受ける理由をなくしておく。まあ、つまり、マルチインフェルノを壊しておいたので、ここから先はダメージを受けずにどんどん進むことができるというところですね。で、アイコレイエティが入ってたのかな、アイコレペッカが入ってたのかな、あの、アーチャークイーンがちゃんと中央部の壁の中に入っていってるんで、クロークを残してね、こいつが、ね、しっかりタウンホールをケアしてくれる。ね、ならペッカが倒すか。ペッカさすがに無理か。で、これか、アーチャークイーンが入っていくっていう。あれアーチャークイーン取れたな。これ多分、予想外なぐらい取れましたね。アーチャークイーン。多分これは団子さん多い多いって思ったんじゃないかな。もうここから取っていけるんですね。まあ、やっぱりあとはもうグランドウォーデンの一撃でタウンホール落ちるので、まあそんなに大した問題にならないぐらい、やっぱ序盤のクエイクとトランシャのダメージは偉大ですね。あれがあったので、もう何ら問題ないぐらい最後はグランドウォーデンアーチャークイーンが、襲いかかって倒すという、ね。ここで、あれですね、終盤の今の部分、ここに今のユニットの動き方を考えたときに、ここにマルチが残ってたら、結構絶望的なダメージを食らっちゃうのが分かりますよね。そこでユニットが後半部分伸びまくったのは、このマルチがなかったから、なかったので、生き生きとネクロマンサーが仕事をすることができて、最後、数でタウンホールまで押し切れたというところ。序盤、フォームで乗り切れるところはやっぱり残しちゃってもいいね。なので、折るべき、インフェルノタワーっていうのはルートを作るためないしは壊すタイミングで見極めていく、まあ、今のところこの2つが出てきましたね。他のパターンも見ていきましょう。もう1本羊さんです。で、まあ、他のパターンというかこれもさっきの1本目の羊さんとほとんど同じなんですけどね、もう壊すべきマルチインフェルノはこれしかないですよね。でね、これすげえなと思ったのは呪文合計10枠を完全にマルチインフェルノだけを壊すために使っていくってとこですよ。これはなかなかすごいな、勇気あるなって感じですよね。1本目も2本目もマルチインフェルノの周辺にあったボムタワーとか、大砲とか、こういうのを壊していくっていうために、この、ライトニングを使っていったんですけど、今回のライトニングの使い方ってもう完全にもうインフェルノを壊すためだけじゃないですか。ここまでね、なんか、ライトニングをインフェルノに対してこだわって当てていくっていうことができるんだなっていう。まあ、できるっていうのは、それやっても前回まで伸びるんだなって話。はい。それがちょっとね、今回衝撃的でしたね。で、残ったインフェルノ1本は、ウッドランチャーの、ランチャーの木の、あれね、丸太攻撃で落ちていっちゃうっていうね。これもすごいですよ。で、結果的にネクロマンスたちは一切マルチインフェルノにも触れないような状態で、いくと。ね。で、これもね、タウンホールおそらくね、イエティで取りたかったはずなんだよね、これ。ミニイエティがいるんだけど、ちょっとこれ取りきれなくって、最終的には外周に回ったババキンとかネクロマンサーで最後タウンホール押し切っていくってとこですね。まあ、このタイミングでフリーズが2発残ってるんで、ネクロマンサーたちがやられないようにしっかりとタウンホールにね、こうフリーズをかけながら、最後、はい、ここですね、こう。動きを止めて、タウンホールを最後殴っていくっていうことです。ね。もう一発フリーズ。で、あとはもう、壁を殴り合って、タウンホールまで行っちゃいましょうというところですね。ロークが残っているクイーンがいるんで、もうこの時点でも勝ちはほぼほぼ確定ですね。いやー、すーごいパワーアタックだなっていう感じです。アーチャークイーンがおそらくこの壁の中に入って、タウンホールを殴ってくれるっていう、期待を間違いなくしていたはずなんですけども、まあ、それちゃってもしっかりと、ユニットのパワーで押していける。呪文ほとんど使ってないのにですよ。呪文ほとんど使わずに、もう
マルチインフェルノだけを単体、もう本当単体それだけを呪文で折る程度の、ライトニングのアドバンテージの取り方にもかかわらず、壊すべきところのマルチが壊せてさえいれば、もうネクロマンサーって結構止まんないんだなっていうね、この動画を見てもらうとすごくよくわかるという。まあ、本当にオーバーパワーですよね、タウンホール12においてネクロマンサーって。だいぶ強すぎるんじゃないかなって気がしますけどね。次、ラストですね。パミュタさんのパスで、これもね、シングルインフェルノと、マルチインフェルノがあるんですけども、で、ここのシングルはまあ当然放置ですね。9番当たるシングルはそんな怖くないんですけど。で、このね、シングルインフェルノにライトニングを当てていくんです。で、これがね、なんでかなと思ったんですけど、やっぱりね、壊しにくいっていうのがまず1個ありますね。この壁の中にあって。でかつ、ここにボムタワーが2個あったんで、このボムタワーがやっぱり、ね、嫌な仕事をしてくるんですよね。なんていうの、スケルトンを、その、攻撃頻度っていうのかな、高いので、スケルトンどんどんやっつけちゃうか、結果的に、スケルトンがいなくなってネクロ本体がダメージを受ける要因になっちゃうというところですね。このスパジャイとネクロの組み合わせって、序盤はスパジャイで受けれるんですけど、中盤ぐらいからもうスパジャイ溶けちゃうので、ゴーレムとの違いそこなんですよね。ゴーレムって、マルチインフェルノとかのターゲットは、スケルトンとかネクロ本体に一体がちで、ちょっと嫌なね、点はそこにあるんですけど、一方で、中盤から終盤まで割と仕事をしてくれやすいのがゴーレム。で、スパジャイは、序盤を完封してくれるんですけども、中盤ぐらいからユニットがいなくなっちゃうんで、序盤にやっぱね、怖い施設がいっぱいあるときなんていうのは、スパジャイを使った方が突破しやすいし、まあ、逆に、終盤に怖い施設がある場合っていうのは、ゴーレムを使うのがいいなんて僕は思ってるんですが、まあ、でも今回ね、ライトニングを使う場所を1点に限定したおかげで、フリーズ大量に進めてるんで、このフリーズで相手のタウンホールと投石を完封してますよね。でこうなってくると、もうこれでもう突破できちゃったんで、あとは、ネクロマンサーのパワーの見せ所というところですね。まあ、数結構減ってますけども、中央部分にね、しっかりこう残っています。これやっぱボムタワーを壊したおかげですよね。なので、ネクロマンサーが生き残って、残った防衛に関しては、スケルトンを大量に押し切っていくという形が作れる。中央トップですね。かっこいいですね、ネクロマンサーの中央トップ。アーチャークイーンもしっかり壁の中に入って、ネクロマンサーの後ろというかな、まあ、ネクロと一緒に進軍しているので、壁の中からのダメージっていうのも、アタックのパワーを稼ぐことができてると、ね、この大量のでもネクロマンサーの残り方よね、2体でしょ、こっちに 1,2,3 体いるから合計5体か、もともと持ってたネクロマンサーが13体、まあ、半分弱残ってるっていうか、ね、これだけネクロが残っていれば十分ですね。序盤は、スーパージャイアントでタゲを取っていって、後半に関してはフリーズで、打たせないっていう、この2つの戦略を取って、見事にね、村を、破壊しきった神さんの、これはもう完全にプランニングの勝利だったっていう、ね、このボムタワーやっぱある程度中心部ね、ネクロを突っ込ませにくいので、まあ、このマルチインフェルノ1本に関しては遠目で止めていけばなんかな。はい、というところでですね、本日は、ネクロマンスアタックをするときのライトニングの打ち方というところに注目して、話をしてまいりました。今回のケースね、ちょっと話を変えてこっちに仮に打ったとすると、この、シングルインフェルノが生き生きと、攻撃してきて、これがキングだったり、アチャクイタゲったらもうジエンドになっちゃうし、なんならボムタワーがやっぱりね、ガンガン、ネクロマンサーを、だったりスケルトンを打ってきちゃったら、それまた、ジエンドになっちゃう。このマルチウェイの1本よりもは、もうこのシングルとボムタワー2個の方が、アドバンテージとしてはやっぱり大きい。で、かつこっちの、アチャトも巻き込めるんでね。総合的なアドバンテージを考えたときに優先度合いの1番はここ。多分2番はここかな。でも多分こっちだけに打つのは少し美味しくないから、まあどう考えてもこっちって感じなんですかね、今回。どこはちょっとね、ここに打ってもいいんだけども、終盤ここは、フリーズを使えばね、この時密接してるんで止めることができちゃうし、どうせこの投石を壊しても、タウンホールからダメージを食らっちゃうので、であれば投石だけを壊す意味はあんまないですよね。このエリアで食らう範囲ダメージってでかいんで、このエリアはもういっそのこと全部フリーズとかフォームで動きを止めた方が早いというところですね。
はい、ちょっとね、最後少し補足しちゃいましたけども、今日はライトニングの打ち方に関して考えていきました。いかがでしたでしょうか。ネクロマンサー使ってる方結構私のチャンネル見てるお客様っていうか見てくださってる方の中には多いと思うので、再生回数からしてね、ぜひねこのライトニングの打ち方が本当に肝になってくるので参考にしてもというふうに思っております。そして、私のチャンネルタウンホール12から14まで幅広くですね、こんな感じでクラン体制の解説動画を扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもですね、どうぞご視聴よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。